愛沖名松の秘書、大松の石文とは、神奈川県小田原市港の裏にある石碑である。愛大松碑とも表記する。1907年に、坪の平太郎、坂谷義雄、添田十一らによって混流された。神奈川県小田原市港の裏の神奈川県道740号、小田原湯河原線沿いにある。付近は、標高100メートル以上の高台になっており、 皮付近からは、相模湾を望むことができる。石踏みは、県道から階段を上がった木立ちの中にある。石踏みの傍らに同相模も立っている。1884年、当時東京帝国大学の学生であった、坪野平太郎、坂谷義夫、添田十一の三人は、春季休暇を利用して、共に東京から熱海への旅行へと出かけた。その途上、 足柄下群港の裏村の街道沿いに、老松があり、三人はそこで休憩することにした。老松は枝ぶりがよく、また、そこからの相模湾の眺めも爽快なものであった。三人はその老松の下で将来を語り合った。そして、我々は、親の恩恵により学問を収めている身であるが今、また、ここに爽快な景色を見、大いに栄気を養うことができた。将来、 立身したならば、これの地に石踏みを建てようと誓い合った。その後、三人はそれぞれ次の形で、立身出世を成し遂げた。追松の下での誓いから二十三年経った1907年3月、三人は約束通り港の裏を採訪し、かつての追松の下に石碑を建立した。石踏みは、壺の書、文は、坂谷の線、筆者は、添えがによっている。 この話は立身出世の手本として当時の小学校の教科書に松下の誓いとして掲載された。1923年関東大震災により石踏みは倒壊し途中に埋没。老松も倒壊した。石踏みは再建され、その旨が石踏みに追告された。松については二世が植栽された。小田原市立編。 裏中学校の校歌にも愛きな松が歌われている。愛きな松の日脇の案内版、ありがとうございます。